百州武道具店の動画。ねえねえ、切り返し仙人、上下素振り教えて。上下素振り教えて。いいよ、上下素振り教えて。上下素振り下ろして。上手素振り下ろして。誰が上手にブリ下ろして。こんにちは、百州ブログでルガです。やってますか。もう今日は上下素振りやりましょう。これはもう剣道の基本中の基本、もうみんなやってると思います。今回のビデオ、このビデオの中で上下素振りの時大事なこと12個まとめました。まずは聞いてください。そして次のビデオの中で実際に1000本上下素振りやります。レッツゴー。今日上下素振りやりますけども、上下素振りで大事なことっていうのは、肩をできるだけ大きく使うっていうこと。そして一つ本当に気をつけてほしいところが、手の内のこの竹刀の握り方なんです。構えてるときはちゃんと握れてるんだけど、振りかぶった瞬間にこうなっちゃう人たくさんいます。構えた手の内のまま振りかぶり、ここで手の形をこういうふうに変えない、これが一番のポイントですね。振りかぶる位置っていうのは、いろいろ先生によって説明違うと思うけど、一つはお尻まで、お尻の真ん中につくように振りかぶりなさいっていう、こういう指導があります。もう一つはここの上段までっていう指導があります。これはどちらでもいいと思います。要するに振りかぶりすぎると、ここの手の内がこういう風に緩んじゃうんだよね。これがとにかく一番ダメなんですよ。こうならないんであれば、できるところまで振りかぶればいいと思いますし、ここが緩んじゃうんだったら後ろまで行かない方がいいです。ここで止めておれば十分。とにかくこの左手のここの2本指、薬指、小指がこういう風に緩まない、これだけ気をつけてやりましょう。そして振り下ろす高さっていうのは、相手の膝頭より少し下ぐらいまで、下段の位置までしっかり振り下ろします。そして左手がお腹の前、下腹部の前で力を入るわけです。左手は下腹部の前まで下ろします。そして振り下ろした時には必ず両手が伸びるように、伸びるように振り下ろしましょう。これが曲がったままこう振り下ろしているようじゃダメですね。こういうのはダメ。必ず伸ばす、手を伸ばす、手を伸ばす、そういう素振りを意識します。素振りをするときに竹刀が左右にこうぶれちゃうっていう人は、ほとんどの場合が右手で竹刀を振り上げてます。左手で竹刀を操作するようにするとかなり改善されると思います。それで竹刀の振りかぶり、振り下ろしなんだけど、大きく肩を使って振り上げます。肩甲骨、この肩甲骨が動くようなイメージで振り上げます。そして振り上げるときも下ろすときも、ここの剣先が大きい円を描くように、あんまり極端にしちゃおかしいんだけど、大きい円を描くように振り下ろします。これが小さいこういう円にならない、手元を大きく使う、大きく使う、大きく使うようにします。ちょっとあと初心者の子はどうしても振り下ろした時に体が前に出て、振り上げた時に体がこうなります。こうなって、こうなって、こうなって、こうなります。これは逆と覚えてください。振り下ろす時に体を後ろ、振り上げる時に体を前のイメージでやった方がピッと止まります。まだこっちの方がいいです。イメージ的にはまだこっちの方がいいです。振り下ろす時に体が後ろの方がイメージは近いです。頭は動かさないです。頭はできるだけ動かさない、同じ位置で素振りをします。それで他に大事なことといえば、左手、もちろん右手もなんだけど、両手が体の正中線から絶対に外れないこと、こういうふうに外れないこと。それで差がつくポイントとしては、振り下ろした時に左手が一歩抜けないこと、これがこう左手が抜けてしまうと全く意味がないです。左手はあくまで腹の前で引かせておきます。引かせておきます。これがこう抜けてしまわない、こうすると全く意味がなくなります。振りかぶる時も振り下ろす時も、もう力はそんなに入れなくていいです。竹刀の重みを感じるぐらい、
この自分の竹刀の重みを感じるぐらいのスピード、ゆっくりでいいですから、正しくまっすぐ振りましょう。でだんだん上手になってくると早く正確にやることができます。最初はこの竹刀の重みを感じるぐらいでゆっくりやりましょう。いかがでした？上下素振りもう一回見直すことができました。次のビデオでは実際に1000本振ります。これが1万本チャレンジの3001本目から4000本目になります。ここは上下素振りでやります。一緒にやりましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。